イーロン・マスクさんは南アフリカという国で生まれたんだ。子供の頃から宇宙に興味があって、大きなロケットを作って宇宙に行くことを夢見ていたんだ。彼は若い頃からコンピューターゲームを作ったり、本をたくさん読んだりして、たくさんのことを学んできたよ。そして大人になってからはアメリカに行ってたくさんの会社を作ったんだ。その中でも有名なのはスペース X とテスラだよ。スペース X はロケットを作る会社で、テスラは電気自動車を作る会社だよ。スペース X では彼の夢だった大きなロケットを作って宇宙に送り出すことができたんだ。そしてテスラでは地球を守るためにガソリンを使わない電気自動車を作ったよ。イーロン・マスクさんは自分の夢を追いかけて大きなことを成し遂げた人だよ。だから君も大きな夢を持ってそれを追いかけてみてね。きっとすごいことができるよ。